佐賀空港への自衛隊のオスプレイ配備計画に伴う駐屯地の建設工事をめぐり佐賀市議会の特別委員会が土砂を運ぶダンプカーの運搬経路を視察しました先月から佐賀空港周辺で始まった駐屯地の建設工事について九州防衛局は現在午後6時半までとしている土砂の運搬作業を 今後は段階的に24時間体制に移行する方針です今日は佐賀市議会の特別委員会の委員12人が佐賀空港や佐賀市東岡町の運搬ルートを視察しました委員は近くに住んでいるという人から運搬経路の中には地盤が軟弱な部分もあるほか道路に面した住宅では振動が大きいといった訴えを聞いていました 夜中も走るって連絡を受けてるんですけど夜中ってもう静まってるんですよねものすごく深夜だとねそれも大変だろうなという感じはですねものすごく受けました我々としては議会としての市民の意見を伝えていくことは必要ですからこのほか住宅が傾いた場合に備えて家屋調査をしてほしいという意見もあり委員会では 今回の意見を踏まえて対応を検討していきたいとしています一方、計画に反対する地元住民らが工事の中止を求め提訴する方針を固めました提訴するのは計画に反対している一部の知見者で駐屯地の建設工事の中止などを求めて佐賀地方裁判所に提訴する方針だということです あさって記者会見し正式に表明する見通しです。